ポートランドトランジットモールダウンタウンポートランドはアメリカ合衆国オレゴン州ポートランドの中心街でウィラメット川西岸に位置するポートランド南西地域の北東端にあり市内の高層ビルのほとんどはこの地域内にある一般にダウンタウンは東でウィラメット川西で週間高速道路405号線北でユニオン駅南で ポートランド州立大学のキャンパスを境とする区域を指す。ダウンタウン北東部にはオールドタウンチャイナタウン地区がある。ダウンタウン近郊には高度に密集したビジネス街、住宅街が存在し、ウィラメット側の向こう岸にはロイドディストリクトという商業地区や、ダウンタウンのすぐ南にはサウスウォーターフロント地区という大規模な再開発地域がある。ポートランドのダウンタウンは、 設立の時点でユニークなものとなっている。すなわち、道路は20メートルと狭く、外区は正方形でコンパクトに作られ、歩行者に優しい街となるように設計された。この作りにより、ポートランドの各外区は、道路と合わせて一辺80メートルを占めることになり、1マイルをちょうど20の外区に分割している。ダウンタウンポートランドのスカイラインアメリカ国内の 多くの都市で実施されたダウンタウンの再開発プロジェクトとは異なり、ポートランドでは再開発にあたって古い建築物を広域にわたって破壊することを行わなかった。1970年代の初め、ポートランド中心街は車用の位置図をたどっていた。ビーバードン、タイガード、グレシャムといった郊外にショッピングモールがオープンし、ポートランドのダウンタウンからは、 金と人々が市街へと去っていった。しかしその後の1977年にダウンタウントランジットモール、1978年にウォーターフロントパーク、1984年にパイオニアコートハウススクエア、1986年にポートランドとグレシャムを結ぶライトレールシステム、1990年にパイオニアプレイスというショッピングモールが続々と完成していくにつれて、 ダウンタウンに活気が戻った。かつて午後6時を回ると、さながらゴーストタウン化していたポートランドのダウンタウンは、今やショッピングやダイニング、ビジネスで1日中賑わう街となっている。一見成功しているように思われるこのポートランドの政策であるが、方々から絶え間ない批判を呼んでいる。例えばある批判によれば、トランジットモールが完成し、 歩行者が増えたことによって、ホームレスの増加にもつながってしまい、警察の定期的な取り締まりも虚しく、推しの強い物語が増加しているという。また他方では、トランジットモールの拡大によって、不必要な出費を市民に課していること、さらには違法駐車や交通量増加の問題などポートランドの交通インフラが整っていないことも指摘されている。 ダウンタウンの駐車場不足は深刻な問題となっているが、立体駐車場や高層ビルの地下駐車場などの設置により、徐々にではあるが解消の方向へと向かっている。マーカム橋、フレモント橋、ポートランドはしばしばブリッジタウンの異名で知られる。これは二つの川に市内で多くの橋がかかっていることによる。ダウンタウンと隣接地区は八つの橋でつながっている。南から 北の順に言うと、橋梁の一覧は次の通り。他にも、ウィラメット川を渡す橋は二つあるが、いずれもダウンタウンの地域からは、離れたところにある。W. リスト・オブ・クロッシングズ・オブ・ザ・ウィラメット・リバーを参照。ポートランド・ストリート・カー・ポートランドのダウンタウンでは、ほとんどの道路が一方通行となっている。最も東を走る道は、ナイト・パーク・ウェイ、最も西では、 週間高速道路405号線が走っている。週間高速道路5号線は川の対岸に敷かれており、ダウンタウンとはマーカム橋で接続している。国道26号線はダウンタウンポートランドを貫いてオレゴン海岸とカスケード山脈を接続している。ダウンタウンでは多くの形式の公共交通機関が稼働している。そもそも格外区が小さいため、 地元民は徒歩に頼ることも多い。トライメットという地元の大量輸送機関は、ダウンタウンにて、マックスライトレールを2路線運行している。5番アベニューと6番アベニューでは高度なトランジットボールがあり、自家用車の通行は制限され、50を超えるバス路線、マックスライトレール、ポートランドストリートカーが接続する。ダウンタウンの南部と西端では、ポートランドストリートカーが運行しており、 サウスウォーターフロント地区から北上してパールディストリクトと北西地域を接続する。この交通機関は1路線からなり3.9マイルの道程を走る。サウスウォーターフロントではポートランドエリアルトラムというロープウェイに接続しオレゴン健康科学大学へのアクセスを提供する。ダウンタウン全域はポートランドのフリーレールゾーンという公共交通機関無料地区に属し、 マックスライトレールとポートランドストリートカーを無料で利用できる。このフリーレールゾーンの範囲であるが、高速道路405号線、ウィラメット側、北西アービング通り、これにフランパンの柄のようにダウンタウンから突き出した地域に囲まれた地域であり、マックスライトレールで言えば、ローズクーーターからロイドセンターまでの範囲を含む。2010年1月まで、 この範囲内でのバスの利用は無料であった。ダウンタウンの象徴的建築物であるコインセンター。ポートランドにはいくつかの高層ビルがある。トップ5は以下の通り。ポートランドの地域内ではないが、オレゴンコンベンションセンターは太平洋岸北西部最大のコンベンションセンターとして有名。US 版コープタワー。ありがとうございます。